有機化学において、オキシ、マイナスコープ転移は化学反応の一つである。反応には特定の不法和アルコールの骨格の再構成が含まれる。コープ転移のバリエーションであり、1、抗次元マイナス3オールが、3、3シグマトロピー転移に典型的な機構によって、不法和カルボニル化合物へと変換される。本反応は高い一般性を持つ。 多様な線具体が予想通りにそして容易にこの定位反応を起こす。そのため、起きしマイなスコープ定位は極めて有用な合成ツールとなっている。さらに、必要となる出発材料の生産は簡単であることが多い。本反応は1964年にベロンとジョーンズによって提唱され、命名された。反応の駆動力は、 自発的ケトエノール互い変異性化によるカルボニルの形成である。塩基は反応を10101017加速する。エノラートの形成によって、ほとんどの場合反応は不可逆となる。シグマトロピーテニーは有機合成において有用である。1、高次塩の C-3 位にアルコールを持つ基質が反応に耐えることを証明することで、コープ転移の多様性を示そうとする中で、 バーソンとジョーンズは日完成、自演アルコールを基礎で加熱することで、かなりの修率で、失語、6億トローンを得た。この改良法は、それ以前に利用できなかった、様々な合成操作によく適した二つの共通点の、ない、新たな反応元が得られるため非常に魅力的である。1975年にエバンズとゴール部が、延期によるとてつもない反応速度増大を報告し、 次の進歩が起こった。水素カカリウムとクラウンエーテルを組み合わせた彼らの合成法は、ほとんどの応用における標準の手法となった。実際は、一部の場合、過度に反応性のあるエノラート生成物の酸性へ対応するため、アニオン補助は意図的に控えられる。例えば、タールの実が得られた以下の反応において、著者らは、この結果を生成物の塩基に対する、 見せかけの不耐性が原因としている。したがって、元々のオキシマイナスコープ改良法は、今日に至るまで、合成科学において、現実の問題に直結する日チを占めている。オキシ、マイナスコープ転移の中性及びアニオン性変法は、どちらも競争反応機構あるいは段階的ラジカル経路を経て進行するが、前者の様式が一般的に好まれる。 望ましい中間体は、イスケーサマハイザーを特徴とする。キラリティ転写は高秩序の繊維状態によって影響される。最も容易に到達できる繊維状態中の二重結合の位置が本反応の立体化学的進行を決定する。船型繊維状態は不利であるが、相当程度この経路を経て転移が通常起こるため、ジアステレオ混合物が生成する。 立体効果は大きく影響しうる。にもかかわらず、イス系廃座が、期間的に不可能な転移は起こる。実際、エノラーと形成は脱法光族化と船型廃座の両方と関連したエネルギー障壁を乗り越えるために、十分な駆動力を供給する。上に示されている、競争的、動機的経路が、一般に支配的である。アニオン製オキシ、マイナスコープ点一過程では、 ヘテロ階列が、ホモ階列よりも1734キロカロリー、モル有利であると計算された。いくつかの要素がこのエネルギーギャップを橋渡ししうる。大きな歪みと、メチル元の体積の存在によって、期待されるシクロオクテノン異性体の代わりに引く、異性体が有利となった。この結果は、中間体が同期的に形成されていないことを示唆する。 断片化とそれに続く異性化のみが観測された生成物を合理的に説明することができる。完全に基礎で行われたアニオン性オキシマイナスコープ転移の研究は反応速度増大が溶媒相互作用に由来するものではなく構造それ自身に由来すると報告した。一般にオキシマイナスコープまたはアニオン性オキシマイナスコープ基質の安定性の生成物の 安定性と比較した低下は、規定状態不安定化の原理によって、反応速度の増大をもたらす。アニオン性オキシ、マイナスコープ転移では、電子豊富なオキシアニオンから切断するシグマ結合の、反結合性シグマ軌道への N 供与によって、このシグマ結合が弱まり、反応が加速される、と説明される。金属とアルコキシドとの間のイオン性相互作用は、重要である。 これらの帰り特性によって反応速度の加速が引き起こされる。15クラウンマイナス5を水素カナトリウムと合わせて使用すると二貫性、ジエンアルコキシドのエノラート生成物へのシグマトロピー、変換の進行において1.27倍の反応速度増大がもたらされたが、15クラウンマイナス5の代わりに反比を使った同じ反応では目に見えた反応速度への影響はなかった。 18クラウンマイナス6と合わせて水素カカリウムを使用すると最大180倍の反応速度の加速がもたらされる。蒸気の結果から反応速度はカウンターイオンが点電化を禁止しにくいほど、そしてカウンターイオン補足種の点化によって加速されると結論付けられた。より極性の高い溶媒や触媒量の相関移動時を含めることも 同じく速度増大効果を示すことが実証されている。最後に、定位の進行の間の間歪みの解消はより、強制的に完了まで反応を駆動し、従って反応速度を増大するだろう。天然物には8因間を含むクラスが複数存在し、それらの合成は困難なことが分かっているため、アニオン性を起しマイナスコープ定位は適正した代替経路として、 脚光を浴びてきた。天然物合成におけるその応用では、素晴らしい立体化学制御が可能であり、その利用は、この合成法の開発以前に利用されていた比較的、うまくいかなかった経路よりも、はるかに一般的である。見込まれる基下的制限にもかかわらず、必要となる不法和き質は、いずれの二重結合の代わりとしても三重結合を含む、ことができる。こういった、アルキノールは、 ポイテジオールとダクチロールの見事な合成において効果的に用いられた。これらの興味深いシグマトロピーテニーはアニオン補助あるいは熱的条件下のいずれでも起こり得る。特に興味深いのは中間生成物が予測可能な形でさらに反応して望みの最終生成物を供給する状況への起きしマイナスコープ転移の応用である。この目標は 下のシスヒドロアズレノンの構成において達成された。ここで、オキシュマイナスコープ中間体は、遠隔 SN 置換を起こしやすい立体電子的配置が特徴である。アニオン性オキシ、マイナスコープ転移のために頻繁に利用される主役で、ある水素カカリウムは、ジエノラート中間体を破壊することが示唆されている、微量の不純物を時折混入しており、そのため重合が起こってしまう。 マクドナルドらは購入した水素化カリウムのバッジ内に残存しているかもしれない超酸化カリウムを除去するために要素による全処理を指示したこの単純な準備段階はマクドナルドらの論文で説明されている通り終立と結果の再現性の両方において劇的な改善効果をもたらす重要な副反応にヘテロシス解列があるここでは ゴのアリルアルコールがカルボニルとアリル系へ分解する。この現象の抑制は、金属アルコキシド結合のイオン性を減少させることによって容易に達成可能である。具体的には、より電気的に陰性なアルカリ金属、またはカチオンの溶媒和に適さない溶媒を使用することが望ましい効果を生む。ありがとうございます。